長崎の今をしかとご覧あれ。ふるさとがぐっと身近になる。ふるさとがもっと好きになる。身近な長崎。最近県内で新規就農者が増えているのは知っているかい？もちろんです。この5年間毎年200人以上の方が新しく農業を始められていて、長崎県の農業の将来は明るいですよね。さらに多くの方に就農していただきたい一方で、気になることがありまして。どうしたんだい？初めての農業って不安じゃないですか。具体的なサポート体制について詳しく知りたいんですよ。それなら彼に取材してもらおう。はい、モースケがお伝えします。諫早市にやってきました。こちらの長崎県新規就農相談センターでは、新しく農業を始めたい方への支援を行っています。こんにちは、内海さん。新規就農相談センターについて教えてください。ここは農業にチャレンジしたい方を対象にした無料の相談窓口です。専門の相談員がいますので、安心して相談できます。そうなんですね。具体的な支援について教えてください。農業未経験者におすすめしているのが技術習得支援研修です。この研修では2ヶ月間農業の基礎的な知識を学んだ後、10ヶ月間受け入れ農家の下で実践的な農業を学びます。また市や町とも協力して、研修終了後に農家として独り立ちができるような支援も行っています。おお、これなら初心者でも安心してチャレンジできますね。その他に県が取り組む就農支援はありますか？農業を2年間専門的に学べる長崎県立農業大学校があります。高校生が1泊2日で農大を体験する農大体験カレッジを開催していますので、ぜひ見てきてください。おお、それは取材に行かないと。相談センターから歩いて5分のところにある長崎県立農業大学校。野菜、牡蠣、果樹、畜産の4つの学科があります。野菜学科では高校生が野菜の特徴について学びながら収穫をしています。高校3年生の本田さん、今回参加したきっかけを教えてください。自分家の家が農業をしていて、さらに農業のことについて学びたいと思い、今回の農大体験カレッジに参加しました。農大は栽培面積が広く、育てている品目も多いので、野菜のことについてより深く学べると思いました。さらに農大に通っている学生さんにもお話を聞いてみました。農大に入ったきっかけを教えてください。私は小さい頃から家庭菜園を手伝っており、その頃から花についてもっと知りたいと思って農大に入りました。農大の良さって何ですか？はい、実際に花の栽培をしてきた先生方が直接指導してくださるところです。将来の目標を教えてください。私の作ったお花でたくさんの方々を笑顔にさせたいです。ここで長崎県立農業大学校の学生募集のお知らせです。詳しくはウェブサイトをご覧ください。来年には新たな学生寮ができ、より快適な環境で学べますよ。いやー、学生の皆さんも農産物もフレッシュで、これからの農業の未来が頼もしか。しかだけにですね。